すみ、皆さん申し訳ございません。本当に申し訳ございません。はい、じゃあ続きお願いします。安心していける動物園です。はい、ではね、いよいよ潜入します。鳩がね、食べたそうにして。なるほど、ライバル出現ですね。ライバルで、ね、ちょっと今イラッとしましたね、わらびがね。で、鳩もね、なかなか、ちょっと威嚇してますね、わらびがね。結構怖い目してますね。まあ、こうやってね、自分をちょっと大きく見せてるんでしょうね。あ、なるほど。威嚇ね、するんですで、ね。鳩。で、次にご紹介したいのがね、敵ハリモだな。グラですね。で、このハリモグラね、このオーストラリア、もうほぼ全土に生息してますね。足をしてますね。不思議な、アルマジロでもないし。で、アリをね、食べやすいような、やっぱり口元になってますそうね。なってますね。なるほど。ですね。子育てしません。そうなんでで、すね。卵も温めません。なるほど。鈴木さんから皇帝ペンギンも同じような話を聞いたことがあると。なああ、るそうほど。なんですね。いや、すなごるい。ほ鳥ど。す類、すごいですね。なんかリスペクごトいしでてしまいました。ありがとうございます。すね。ね、私も最後ね。では、ちょっとね、次、エミューの。これもね、エミューもね、もうずっとせわしなく動き回ってるんでね、ちょっと映像でね、シェアしたいと思います。これはね、フェザデールワイルドライフパークで撮ったエミューですね。結構ね、これ迫力ありいまますす。ね。ね。なんかボディービルダーみたいダなね、すごい感ンじベで。ルのイメージと違います。これ何ですね、か、こ道れ。で出てきたら引きますね、これね。聞きますね、ここれ。れ引きまなんす、か私目も。がすごいですよね。すごいよ。さすがの私もね、これちょっと怖いですね。赤カンガルーもね、出会ったらもう私は一目散に逃げますね、そうですこれ。ね、それがいいですね。追いつかれますでしょうけどね、すぐね。確かに。でね、あとね、ちょっとここで余談なんですけどね、これね、オーストラリアのね、実は国章なんですね、って感じですね。で、このね、赤い耳もね、デビルの特徴になってますね。本当だ、赤い。で、あとね、この胸元にね、ちょこっとね、白い毛が生えてましてね、ちょっとツキノワグマっぽい感じのね、確かに、ちっちゃいけど。模様が入ってますね。まあ、なんかこう、ティーネイジャーみたいなね、10代の若者みたいな、そんな感じなのるね、デビルほど。になってますね、クオカワラビーですね。で、このクオカワラビーのほとんどがね、西オーストラリア州のこのロットネストアイランドっていうところに住んでますね。はい。ではね、これがね、フェザデール動物園のクオカたちですね。で、まあ、半夜行性でね、ちょっとね、お昼間は眠たそうだったので、ね、もうこんな風にね、団子になって固まってね、もうまったりしてますね。なるほど。ではこれがね、フェザデール動物園で眠っていたね、クオカなんですけどね、もうちょっとなんか、行き倒れみたいな感じでね、寝そうてでるクすオカね。なんですけどね。で、寝こんなてふうる。にね、こう前屈姿勢をね、取るクオッカーって、昼と夜のクオッカーは全然違うんですよっていうことをね、ちょっとここでお知らせしておきたいですね。なんでね、ぜひ、西オーストラリア州、もし訪ねることがあったらね、ぜひ、ロットネストアイランド一泊で行ってみてください。そうですね、なんか。いろんなクオッカーが見れます。で、これはね、ロットネストアイランドで私が撮影してきたクオッカーですね。もうね、一生懸命食べてますね、コアラちゃん。ここのあれですかね、ちょっとそのコアラのところで、事前にいただいたご質問のね、山火事の話があったと思うんですけれども、そうですよね。そうですね、ちょっと去年のね、オーストラリアの大規模な山火事の話もちょっとご質問でいただいているので、少しだけ触れておきましょうか。そうですね。じゃあちょっとね、コラの映像を見ながらね、私がそうお話しですね、ましょう。これはね、ちょっと赤ちゃんコアラの映像をね、どうぞお楽しみください。かでわね、いい。そうなんですね、シドニーのね、かなと思ったんですけどもね、ちょっとハエを追っ払ってね、もう帰っちゃいましたね、ここでね。これなかなか取れないですね。かわいい。ね、そうなんですよ。そう、だからコアラも、に洒落たアコモではなくて、もう本当に自然の中で自然を楽しむ感じの、アコモデーション。って感じになってますね。だから高層のホテルなんかもないです、でね、これがね、モンキーマイヤーで会えるイルカたちなんですね。で、このモンキーマイヤーはですね、波打ち際に私たちがずっと一列になって立ちまして、
でそこの、ね、波打ち際に入ってくるこの野生のイルカたちを観察するっていうこの、ね、イルカとの触れ合い体験が大人気なんですね。係員さんの方がね、イルカがこうやって横にこうやって私を見てると、ね、こうやってるとね、手振ってあげてくださいとかって言うんです。今日はいっぱい来てるなみたいな感じで。そうそう、あーって手振ったりとかするんですけどね。でね、ここのね、イルカが来るこの波打ち際なんですけど、ここはね、遊泳禁止です。あ、やっぱりそうですよね。うん、あ、こうやってね、見てる。見てるんです。そうなんですよ。で、遊泳禁止なんでね。で、ノキマヤのビーチはすごく広いんでね。はい。手でね、なんか、ね、草か虫かなんか食べてますね。でね、こういうのも来るんです。これも私のバルコニーなんですけどね。はい、ロリキードっていうね、インコの一種ですね。すごいカラフルでね、これもまあ、すごいギギギギ鳴いて、もう朝はちょっとね、うるさい感じぐらいの大きな声で鳴いてますね。はい。あとね、これもね、これね、はい、あの七面鳥の一種ね、こちらにブッシュターキー、はい、うん。これもね、私のアパートの周り結構うろうろしてるんですよ。これいるんですか？サンクスギビングにちょうどいいですね。これもね、結構ね、うちの周りうろうろしてますね、朝とかね、ちょっと家出るとね、うろうろなんか歩き回ってますね。すごいな。うん。で、あとね、これ、笑いカワセミなんかもね、はい、これはね、なんかもう、人間が、もうそれこそ人間が大爆笑してるような、わーはーはーはーっていうような。さん、YouTube もね、始められて、もう最近すごいいろんな画像をアップされ始めてて、あの、はい、オーストラリアのビーチとか本当見てるだけで癒されるので、ね、あれですよね、もう動画編集もどんどんスキルアップされてびっくりしてるんですけど、ね、楽しみにしています。はい、なのでぜひちょっと皆さん、あの、あそこの、あの、たまに見ていただいて、動物やビーチですね、楽しんでいただければと思います。はい、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そうですね。ちょっとそろそろ9時ですので、ご質問もしてるかな。また、あの、そうですね。なんかちょっとシドニーのこれどうしても聞きたかったということあれば、あの、カルさんの YouTube とか Facebook ぜひフォローしていただいて、あの、はい、シドニーのこともぜひ、あの、たまにですよね、こう、移住相談みたいなね、ことでお話もされていると思うので、ぜひ遊びに来てください。うん、そうですね。